今回ホテルからお送りしてます。最後までお楽しみください。私カプセルトイちゃん、仕事のために1ヶ月間ホテル住まいです。今いる名古屋栄のおしゃれな場所にありましたガチャガチャの森、今回も最新のカプセルトイをご紹介していきます。まず一つ目に回したのはこちら、ディズニー100周年の並ぶんです2、全5種500円です。どんなのが出てくるか一緒にチェックしてみましょう。この中だと皆さんはどれが出てほしいんですかね。一番右の白雪姫とか可愛い感じしますけどね。私はアイアンマン狙いです。さてアイアンマン出るかな。ラインナップの確認です。ディズニー100周年並ぶんです2、クマのプーさん、そして私が狙っているアイアンマン。アイアンマンの中に入っているトニー・スタークが85番目に作ったアイアンマンです。ミニーマウス、ウッディ、白雪姫の全5種500円です。さて今回当たったのは、ご覧ください、アイアンマンが当たりました。上手でしょ、欲しいやつが一発で出ました。上手。はい、名古屋一つ目はこちらです。アイアンマン、あ、最高です。これいい、これはいいですよ。塗装がすごい綺麗です。うわあ、さすが500円。並ぶんですシリーズってバンダイさん300円で他のやつ出してますよね。ところがディズニーさんが噛んでますから一気に500円になるというね。しかしその分クオリティも500円のクオリティです。丁寧に作られているのがよくわかります。ピッカピカした塗料もすごく綺麗。こりゃいい、かっこいい。これぐらいかっこよくなりたい。そしてこの並ぶんですには台座がついております。これをこうつけて、うわ、もうめちゃくちゃかっこいい。これかっこいい。そしてホテルだからいつもの飾ってるカプセルトイない、真っ白な空間にアイアンマン立ってる、かっこいい。あ、すごいかっこいい。これいいね。やった、いいの当たりました。幸先よし。続いて回したのはこちらです。推し5個、ゴリラさんの後ろに5個をつけたくて探してたんですけど名古屋で見つけました。全5種1回400円です。さてどんなのが出てくるんでしょうか。ゴリラさんは5個が刺すのでしょうか。見てみましょう。さてラインナップの確認です。推し拡張シリーズ、あ、推し拡張シリーズっていうのがあるんだ。推し5個、神々しさ極まる。ラインナップはこちらですね。放射5個、わ、これいいですね。仏教的な。輪5個、いや5個はもうみんな仏教的なやつか。縁5個、いいですね。炎5個、これかっこいいやつだ。ハート5個、これかわいいやつね。え、ハート5個がいい。推しと組み合わせてあがめよう。SNS で推しを布教しよう。なるほど、みんな推しを布教したいんだ。そのための5個なんですね。うわ、え、あ、全部組み立て式になっております。今回当たったのはこちらです。あ、え、プラレールみたいなやつ入ってる。プラレールか、プラレールが当たったのかな。これだ、
リンゴ校。え？一番外れかもしれない。これとかすごいかっこいい。で、一番欲しかったこれ、ハート5個。プラレールが当たりました。オレンジ色のプラレール。え？いや、うちのゴリラさんにプラレールつけることになっちゃいますよ。青色だったらもう完全にプラレール。ギリオレンジ。この組み方ももうプラレール。いや、本当にプラレールだな、これ。電車がないのが不思議なぐらい。こうしてもう完全にここあと1個で丸になりますもんね。あ、プラレールだ、皆さんこれプラレールですね。今回私はプラレールが当たりました。これはプラレールだな。で、台座はどこにつけるんだ。おお、すごいです。高さの調節ができます。で、どうやって作るんだ。ここにこれを差し込む。はい、差し込んだ。これを差し込む。はい、差し込みました。これをこう差し、あ、すごい、こうだ。ここにこうはまる。プラレールがこうはまりまして、これだとちょっと位置が高すぎるから調節して、アイアンマンにつけるとこんな感じ。いや、プラレールにしか見えない。え？プラレールにしか見えないです。これはもうプラレールだな。アイアンマンの後ろにプラレールが縦になってる。電車がないのが不思議なぐらいです。チャンネル登録してよ。さて、ここに餃子とヤムチャ2つ並んでますね。両方やって比べてみましょうか。まずはこっちから。餃子。餃子の座は座るの座ですね。全5種300円です。どんなのが出てくるんでしょうね。餃子が座っております。ラインナップの確認です。餃子マスコットフィギュア2。座り方がいろいろあります。結果不座、そして横座り、エジプト座り、ヤンキー座り、体育座りの全5種類です。体育座りだけ手羽餃子になってますね。今回当たったのはこちら。あ、後ろ向き。あ、プリントしてる。あ、焼けてる。あ、ほら、焼けてる。はい、座り方こちら。これですね。結果不座。うわー、これすげー。300円でこのクオリティ、素晴らしいです。この焼けた感じ。これね、おそらく鉄板の上に座ってるから焼けちゃってるんですよ。熱いのに耐えてんですね、餃子さん。餃子の座が座るになってますからね。餃子。餃子座じゃないんですね。餃子座じゃなくて餃子。指もちゃんと丸くなってる。ここ。こうなってる。こうなってます。指がこうなってる。この指が、こうなってる、こうなってる。こう。こうなってる。こっちの指、こうなってる。こうなってる。こうなってます。すげえよくできてる。これいい。尋常じゃないぐらいプリプリ。筋肉質。相当鍛えてる。この餃子は相当鍛えてる。そして、耐えてる。熱いのに耐えながら座ってる。これいい。相当いい。これ、待ちぼうけシリーズよりいいかもしれない。置いた感じは、ああ、いい。スッと置ける。ま、ちょっとゆらゆらするけど、まさに座りがいいです。多分首も座ってる。
餃子の首が座ってると思う。ぐにゃぐにゃしてない首が。これいいです。おすすめです。それじゃあ次こっち行きましょうか。バンダイさんの待ちぼうけヤムチャの場合です。全5種300円です。さてさっきの餃子とどっちがいいでしょうかね。あ、崎陽軒とカプセルの色が同じ。で、崎陽軒の怖かった記憶が思い出される。開けます。そしてラインナップの確認です。待ちぼうけヤムチャの場合、小籠包、桃まん、エビ蒸し餃子、シュウマイ、翡翠餃子の全5種300円です。今回当たったのはこちら、エビ蒸し餃子です。一応待ちぼうけのポーズしてるな。開ける？もう開けるまでもなく、こっちの餃子の方がいいけど。絶対に。こっちの勝ちだけど、餃子の勝ちだけど、絶対に。一応開けますか。はい、こちらです。エビ蒸し餃子です。ここが取れるわけではないですね。で、中のエビ的な感じは透けてるけど、エビみたいにはなってない。なんとなくピンク色が透けてるなーっていう感じで、中にエビが入ってるなーっていう感じはないです。というのを撮影した後にですね、ご飯食べに行ったところで、全く同じ形のエビ餃子見つけたんです。で、比べるために注文してみたんですけど、エビの形とかなかった。本物もバンダイさんが作ったのと同じようにほんのりピンクが透けておりました。だけどですよ。続きをご覧ください。あ、もう間違いない。絶対餃子の方がいい。同じ300円ですから。これ回すんだったらもう絶対餃子、絶対に餃子がおすすめです。次行きましょう。次に回したのはこちらです。オットタクシーのペン置き2。クオリアさんが展開しているペン置きシリーズですね。私初めて回しました。オットタクシーというのは見たことないんですが、ご覧ください。めっちゃ人気ということで、私気になって回してみることにしました。全7種500円です。一番でっかいやつと2番目にでっかいやつが多分当たりなんだと思います。さて、ラインナップの確認です。オッドタクシーのペン置き2。オッドタクシーのペン置き2。ちょっとね、オッドタクシーは存じ上げなかったんですけども、オッドタクシーのペン置きの1があるのかな。ちょっと一回調べます。はい、調べてきました。オッドタクシーのペン置き1ありましたね。で、オッドタクシーっていうのは日本のテレビアニメで、主人公はタクシー運転手の小戸川。1の方には小戸川がラインナップされておりました。ネットフリックスで見れたんで1は見たんですけど、面白かったです。それではラインナップ確認しましょう。田中、馬場、芝垣、大門、大門弟、矢野、そして関口の全7種類です。一番でっかいのはこの関口ですからね。関口一番でっかいから一番でっかいのが当たり。で、2番目にでっかいのはこの馬場。そして今回当たったのはこちら。馬場が当たりました。馬場はね、お笑い芸人のツッコミらしいですね。ツッコミなのに、あ、そうか、ボケ的なポーズやってると思ったら、ここに鉛筆置くからだ。鉛筆置くからツッコミなのにボケみたいなポーズしてんだ。あ、もうね、間違いなく500円クオリティです。すごくよくできてる。顔も綺麗、尻尾長い、スッと立つ。今ちょっと鉛筆ないんで5個を乗せてみましょうか。さすがに乗らない。
この五行の支柱は乗る。実はこの2つはクオリアさんという同じ会社が作られてます。で、クオリティ高いし発想面白い。クオリアさんすげえ。クオリアさんバンダイさんに追いつこうとしてる。もうこれと比べたらもう追い抜いてる。こっちの方が追い抜いてる。クオリアさんの方が追い抜いてる。さて次、ぶっ飛び膝かっくん職業編。今回の動画はここに一番お金がかかってます。いくつか並べるとみんなで膝かっくん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 なるらしいです。皆さんの代わりに私お金出していっぱい回してます。一緒に楽しみましょう。どんなのが出るのかな。さてぶっ飛び膝かっくんどんなのなんでしょうか。おじさん見えてますね。これ開けます。そしてラインナップの確認です。ぶっ飛び膝かっくん職業編、上司、博士、体育教師、働くおじさん、ピエロの全5種ですね。今回当たったのは、あ、ハゲてる、ハゲてます。今回当たったのはこちら。これはスーツ着てる上司でしょうかね。こんなの、ここにこれ多分カツラだって。上司ハゲてるもん。上司がハゲてるんでカツラが入ってる。これカツラでしょ。これカツラ。上司ハゲてるんでカツラオン。カツラです。カツラかぶりました。回るカツラかぶりました。で、あ、伸びた、伸びました。ちょっと遊び方もここ書いてるんですけど、あと4回回してますんで順番に行きましょう。さて次何出るでしょうかね。はい、次こちら。あ、ひげおじさん見えてる。ズル向けです。ズル向けで、このおじさんはカツラじゃなくてヘルメット。当たったのは働くおじさんです。はい、2個目に当たったのは働くおじさんです。じゃんじゃん回します。はい、3個目当たったのは、はい、ズル向け、ズル向けおじさんです。ズル向けおじさん2連続。全員ハゲてんのかな。はい、4個目、パカ、当たったのはピエロ。ピエロというかマクドナルド。ピエロというかマクドナルド。おそらく全員ハゲてる。はい、続いてはえー、博士。博士というかケンタッキー。帽子だけ博士。あ、ズル向け。なんかコンプリートしそう。5回回すつもりで4種類出ました。どうせだったらコンプリート狙ってもう1回だけ回しましょうか。これコンプリートしてどうする。あと体育教師だけです。赤色の体育教師が出たらなんとコンプリート。はい、当たったのはピエロというかマクドナルド。残念、コンプリートならず。体育教師だけ出ませんでした。え、ピエロはてっぺんだけハゲてる。ドーナツ、ドーナツ状にハゲてる。あ、違う、ハゲは真ん中だけ。ドーナツ状に生えてる。6個ゲットしました。そして遊び方を見てみましょう。台座をつなげます。台座つなげます。最後に上司。最後尾から1体ずつ順に上半身をつまんで上へ引っ張り上げ立たせます。
上司はもうやる気満々、立ってる、やる気満々。マクドナルド、あ、すぐハゲる。マクドナルド、マクドナルド立ちなさい。あ、お立ちになった。で、マクドナルド B、あ、お立ちになりました。ケンタッキーお立ちになりました。で、作業員の A、 作業員の B、 はい、これで皆さんお立ちになりました。全員を立たせて立ちました。かぶり物をセット。拡大図の緑の星部分、左足ふくらはぎ下、細かい指定だ。お前へプッシュ。まっすぐ前へ押し出す。膝かっくん連鎖。よしよし。よし、行ってみよう。これをやりたかったがために、6回回しました。これを皆さんに見ていただきたいがために、6回回しました。行きましょう。ここを押す。参ります。うわー、これすっごい散らかっちゃった。カツラがもうあちこち行って、一個マクドナルドのカツラなんかもう落ちちゃって、全員ハゲました。ちょっと違う角度でもう一回行きましょうか。こんな感じでちょっとずら変えました。みんなずら変えました。それでもうちょっとこう、カツラが飛ぶとこみたいよね。カツラバラバラ、カツラが飛ぶところをご覧ください。今回の動画のメインディッシュです。参ります。わーい、お楽しみいただけたかな。もうね、これで完全燃焼ですけども、ガチャガチャの森の隣がどんぐり共和国でした。もう一個だけ回してみたいと思います。こちらジブリさんのカプセルトイです。猫バス出ておいでですね。カプセルが猫バスの顔になっております。ビビらしてきますね。この位置にハンドルを合わせてからコインを入れてくださいってビビらされました。ちゃんとなってたんで回します。はい、出てまいりました。こちら。あ、もうね、このカプセルがすごい。何がすごいかって、ちょっとシルバニアファミリー的な感じになってる。猫バスの顔がシルバニアファミリー的になってて、開けます。は、こんなの入ってる。その前にラインナップの確認です。猫バス出ておいで、ネズミ、バケツ、トウモロコシ、花飾り、行き先の全5種です。今回当たったのはこちらです。花飾り、こちらめちゃくちゃかわいい。組み立ててみましょうか。こうしてこっちにもつけて、これがこう刺さると、刺さらない。あ、すごい、簡単に抜けないように考えられてる。100点です。もう100点。これすごい。で、飾るためにはこれが綺麗に立たないといけない。ポン、100点です。さすがジブリ、すごくジブリ感ありますもんね。いや、すげえわ。
さて今回もたくさんのカプセルトイをご紹介してまいりました。今回はですね、いつもやってるみたいにお家での撮影収録じゃなかったのでちょっと戸惑いがありましたけども、皆さんお楽しみいただけましたかね。私的にはね、全部楽しかったですね。改めて名古屋でカプセルトイって面白いなって思いました。で、今回の中で私が一番おすすめするのはこの猫バスも良かったんですが、今回はこちらです。餃子マスコットフィギュア2です。これね、お値段が300円というのに驚きですね。もしかしたら3が出た時にはもう400円になっちゃうかもしれないですね。最近カプセルトイもどんどんお値段上がっちゃってますね。世間も物価が上がっておりますね。うん、みんなで頑張りましょう。さて今回の動画はここまでです。お楽しみいただけましたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもどんどん楽しくカプセルトイを紹介していきたいと思っております。そのためにはですね、皆様の応援が必要なんです。チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そして高評価コメントもお待ちしております。皆さんからのコメント、どんなコメントでも構いませんので、じゃんじゃんコメントください。私もできる限り返せるようにいたします。それではまた来週も土曜日に動画をアップしたいと思います。また来週も見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。カプセルトイちゃんでした。